越しをしたい。狙ってる駅あるとあーんじゃんなんでなんか、うん、リアルサウンド YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、キュバでーす。今回は8月3日にリリースのミニアルバムチョイスにちなんで、最近した大きな選択について話していこうと思いまーす。はい、どうですか。はい、ありますか。あります。僕は推しの遠征ライブに行くか行かないかで行くを選びました。どこまで、どれぐらい遠く。割とです。割と3、4時間かけて行きます。3、4時間。何で行くんですか。バス、新幹線です。新幹線、はい。あ、新幹線、はい。仕事は入れないでください。いや、入ってるらしいよ。いえ、うん、はい、あ、入っても行きません。何かさっきインスタライブ、インスタライブか、インスタライブは勝手にやれや。すいません、勝手にやれや。私はあのね、家にネジがあったの。何のネジか分かんないネジ、うん、多分どっかから外れたの、はい、それを捨てるという選択。いや、勇気がいるなー。これはもう時々捨ててから、捨ててからの生活、ネジがないって なるのが怖い。勇気出せたな。大事よ。僕もですね、はい、片方が行方不明中の靴下の取り残されてる靴下、おい、捨てる選択をしました。ったね、それは勇気さ。あれだって捨てろよ。もしかしたら出てくるかもしれない。いや、そうだよね。出てきた時に、あ、捨てなきゃよかったってなる可能性もある。でも出ていったらこれは捨てるしかないもん。そうそうそう。いや、一番今のところ勇気ある。すごい。僕ですね、最近した大きな選択というも、今選択したい。で、引っ越しをしたい。狙ってる駅あるの。最近調べた駅。あー、うーん、じゃ。なんで何が、高円寺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 、国分寺、国分寺、国分寺、まあまあまあそんな感じ。国分寺だ。国分寺です。ダメです、ダメです。僕はあのゲームのアプリに課金を一時期めっちゃしてて、うん、もうそう、課金しないって決めてたんですけど、うん、ついにこの間アプリ版のモーデス買っちゃいました。おお、なんだね。860円で、え、そうすんの、安くない、金銭感覚が違う2人が。安くないって言ってる人はそんなに高いの思ってた。2つのアプリゲーム、え、じゃあでも普通にゲームであるじゃん。ゲームって考えたらちょっとしたらスマホでしょ。もう一応スイッチとかで買うと4000円とかするんだよ。そう、ゲームのソフトいいこと考えない。そうそうそう、660円。まあ、なんか納得してない。一緒にやんない、買わない。でも高いんでしょ。860円しか高いわ。まあ、大きな選択をしまして、うん、買っちゃった。いいですね。はい、はい、ということでキューバーズミニアルバムチョイス、皆さんぜひチェックしてみてください。以上、キューバーズでした。